伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は僕らがいたの前編、現在公開中です。そして後編は4月21日公開ということで、出演している本刈谷友香さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか会うのが久しぶりだねって。久しぶりですね。一番最初何でしたっけ？気象天女っていう映画で、私多分18、19ぐらいの時、まだ大学行ってた頃にさとりさんにお会いしてお話を聞いてもらいました。めちゃめちゃね、その時も可愛いんですよ。着物だったんです。着物でした。覚えてますよ。ね、すごい記憶力。いや本当に2人揃って、鈴木あんちゃんと本刈谷友香ちゃんが着物着ていて、可愛いなと思ってこうやって見てたの覚えてます。ありがとうございます。私はさとりさんっていう変わった名前だなって、楽しくお話しする方だなっていうイメージで今回お話しいただいた時に、さとりさんだと思って、いやうちの周りのスタッフはみんな覚えてました。あのさとりさんだって。嬉しい。本刈谷友香さんに本当にね、あのお話聞きたくてしょうがなくて、ありがとうございます。今回こうやって呼んでしまいました。ありがとうございます。まあでも活躍していて、だってここ最近の映画でまあ姿を本当に見る見る。ありがとうございます。ワイルドセブンもそうだし、あとはドロップ。ドロップ出てましたよね。出ました。そして最近で言うと雪貞勲監督の舞台のパレードもね、出ていたんですよ。ありがとうございます。見ていただいてたって私知らなくて、ありがとうございました。何を言いますかって2人でこんな頭下げ合ってますけど本当にあの普通っぽい役から個性的な役まで、いろいろと顔を持っている女優さんになっていくではないかなと思うんですが、嬉しいです、すごく。でも今回のね、僕らがいたは特にそうかななんて思ったんですが、だってほら主人公のこの奈々美ちゃんと元春がいて、その同級生でありつつも元春の元彼女の、まあ亡くなってしまったけれどもその妹役っていうので思いを寄せている。私目が離せなかったんですよね。嬉しいです。なんかね、そのね、存在感とか風貌とか、背中に影を背負ってるっていう演技は一体どこから出てきたんだろうまで思うぐらいで、あれ役に入り込んでいく時って相当気持ちをこう、って入れ込んでたんじゃないですか。そうですね、すっごい入れてました。で今回は原作があって、その原作がすっごい たくさんの方に愛されていての実写化だったので、やっぱり原作に描かれてること、もうビジュアルで例えば涙を流すとか歩くとかっていうことができる限りっていうか、私ができることは全部体現しなければいけないっていう、そのファンの方もそうだし、その世界観を好きになれたので、それは やってやるっていう気合はすごい入ってましたね。とはいえですよ、だって役に入れば入るほどどんどんこう悲しくなってったりとか、明るさも消えていきそうな感じじゃないですか。はあ、そうですね。今回でも状況だけ見ると、恋は叶わってないし、全然受け入れてもらえる時間も少ないし、悲しくて寂しいんですけど、やってる本人としては矢野のことが一番好きなのは私 で、で矢野を理解してるのも私だから、それだけで幸せなんですよね多分。そういうこう、そういう強い意志と、ちょっとそこを私が一番分かってるのよって強気の気持ちがないと七海に負けちゃうから、やってるその瞬間はすごく熱いんですけど、やっぱり撮影当時を振り返るとどっか寂しいなって気持ちはいつもありましたね。なんとなく普段お昼食べてる時とか、本当何もしてない時にふと、あ、そういえば両思いじゃないな矢野とみたいなそういうのありましたね。吉高由里子さんがすごく表情がこういっぱい出している役、反対に本刈谷友香さんは全く表情をこう出さないっていうところもあって、私ねすごい好きなシーンが一つあって。どこですか？あのほらこう学校から出てくるとき雨降ってるじゃないですか、で入ってくみたいにこう聞くところがあるのを覚えてますよね。で入ってこれ傘、あの時のね、なんか表情とかね、風貌がすごい全てを語ってるように見えちゃって忘れられなかったんですよね。なんでだろう、なんか、あ、彼女の影と、でも彼女の強い思いがその時に感じた。その後編もちろんなんだけど、前編の時のいろんなその垣間見る、なんですかね、存在感。いやもうありがとうございます。そんな、そんなお言葉は本当に光栄です。いやでも、やっぱり影っておっしゃってましたけど、
そのリアルな世界で考えたら、うん、この場面で山本よりいきなり登場してこれ言うのちょっと、うんんってこう疑問になる部分とかってやっぱり漫画だからこそあるんですけど、うん、だからその気持ちとかリアルなこと以上に私も自分にこう青白い炎があるようなそういう色のイメージとかもして演技したりする時もありました。彼女やっぱりどっちかっていうと七海さんが黄色だったり白だったりこう綺麗な淡い色が出てる中で私はすごい怖い炎が出てるっていうのをずっとイメージするとかっていうシーンとかもあってそれから七海に会うシーン撮ったりとかっていうのはしてました。カメラがこう回ってない時って3人で会話とかありますあります普通にありますよ仲良くしてますからそこはじゃあもうパチッと変えるっていう感じでしょ特に吉高さんは、うん、なんとかやんなぁなんとかなぁパンってやっとって七海に入ってるから、うん、あの集中力はほっと脱帽でしたね。どっちかっていうと私はあそろそろ本番行くなと思ったら、うん、もう炎を出したりとか像を出したりとかいろいろ準備があるのでスーッて抜けていく感じだったんですけどやっぱりお二人がとっても魅力的だったので好きになっちゃうとこうどうしても二人を困らせたり傷つけたりするような言葉が言えなくなるので、うん、そこら辺の線引きをして一生懸命引き剥がすっていうのが自分的には大変でしたね一番。いや見事だと思ったんですよ。だってあれ漫画でしょ。で漫画ですね。みんな3人ともすごいセリフ言うじゃないですかこれ漫画だからいいけど実際だともう恥ずかしくてしょうがないとかこんなすごいこと言っちゃうんだ、うん、でも入り込んでるからなんかね自然にこう見入れてしまったなんでこんなすごいセリフがみんな似合っちゃうんだろうっていうのはびっくりしましたけど、なんか記憶に残ってるこれはとっても好きだったとか忘れられないセリフとかどっちかありますか。矢野とゆりが文化祭の時に教室で二人きりになってみんなが告白するって告白タイムの時にやっと二人きりになった時に思いを伝える伝えきれないんですけどその中でもう手放そうよっていう一言があってあれは最高に好きでしたね。あれ切なかった。あれ切ないですよね。いやーって感じですよね。なんかねあれ見た時にね若かりし頃の恋愛っていうのを思い出しましたね。学生時代ってあんなに夢中になれたよねって確かにって風にこうフラッシュバックできちゃうのって映画の力だなと思いましたけど、うん、やっぱりその矢野のことがすごく好きだからこその行動だったり言葉なんですけど、うん、やっぱり前編ってそこまで出てこないんですよね、うん、ゆりの気持ちの起伏が。その中で初めて観客の人が分かるゆりの本心が出てくるので、うん、あのシーンとあのセリフはすごく言いたかったし言えてよかったっていう気持ち強かったですね。元カリアさんは自分が出た映画をこうしっかり見れるタイプですか。作品によりけりです。もうハンカチを何枚も用意して、うん、コートをここまで上げてこうやって見る作品もありますホラー映画じゃないんだからぐらいのでも分かりますよその気持ち。ドキドキしちゃってもう、ね、大丈夫私みたいな、なんかやらかすのっていう、もう先も知ってるしオッケーテイクも見たのにドキドキしちゃうっていう。でもこの作品は普通に観客として見れました、うん、だからその作品の中でそのゆりちゃんって結構スタッフの人とか周りの人とかに、うん、嫌なやつだよねみたいな、ちょっと癖あるような、ちょっといけすかないよみたいな、うん、こう声が多かった中 で、うんうん、でも私自身はもう演じてるしその役に愛情入ってるから、うん、いい子だと大好きだって思ってたんですけど、試写を客観的に見た時に、うん、なんて嫌なやつなんだって試写見てあんなにショックだったのもう初めてです。え、誰に共感できたんですか。じゃあやっぱり高橋と矢野のあの恋愛がうまくいきますようにと思って見てたんで、すっごい邪魔ばっかりしてると思って、なんでこんなひどいこと言うのかしらと思って、でもエンドロール自分の名前出てがっかりですよね、うん、あんなに嫌な人になっちゃったと思ってけど女優としてはそっちの方が面白くないですか。まあ、そうですよね。なんか癖のある役って面白くないですか。うん、確かにやってて楽しかったです今回ね。元カリアさんきっといろんな映画見てると思うんですが、自分がこう今まで見た映画の中でこれはもう何度も見ちゃうっていう、まあ好きっていうと難しいのかな、でもよく見る映画って、よく見る映画、
本も映画もそんなに繰り返し何度もしないんですけど、うん、この間あの地方ロケで大阪に出張に行った時にあのユニバーサルスタジオジャパンが遊園地の近くのホテルだったので、うんうん、その USJ 制作の映画が毎月3本無料で見れるっていう、すごい楽しい企画があってで滞在中、うん、もう休みがあれば暇さえあればそれを見てたんですけど、うん、その中の1本でバックトゥーザフューチャーがすごいよくて、いやもう名作って知ってましたよ、もちろん良さは分かってますよ、ただあの一番最初に見た時は多分19歳、大学1年生ぐらいの時で、それもだってバックトゥーザフューチャーがリアルに公開されてた時って生まれてないかも、ないですね、ギリギリでしょ多分ですよね、うん、生まれてないんじゃない、生まれてないです多分、だからその現代バックトゥザフューチャーって80年代行ったりとか戻ったりする中で、うん、どっちが過去未来って最初思うぐらい分かんなかったんですけど、19ぐらいの時に見た時はそのスリルワクワクする次元を行ったり来たりするっていうことだけにドキドキしたりとか感動してたんですけど、うん、そうじゃなくて大人になってから見るバックトゥザフューチャーってこんな深いんだと思って、ある種の郷愁を感じてしまったんですよね、どんなところに深さを感じたんですか？端々に環境問題をこう匂わせるセリフがあったりとか、うん、あとやっぱり今こう絆とか家族っていうのが注目されてる中で、うんうん、こうやってこうお父さんとお母さんが出会ってるところを見るとか、うんうん、自分の代につながってるっていうのをこう好奇心だけじゃなく見れた時に、うん、この話すごく面白いって思ったんですよね。でやっぱり音楽が曲がなんて素晴らしいんだろうと思って、うん、すごいですよね。もうあれ見た時に私はスケボーを始めました、始めましたよ犬は飼えなかったですよ、アインシュタインはねもちろんデロリアン号にも乗れませんけどあれだけハマったのはねなかったですよ、ですよね、最高にかっこいいですよね、しびれちゃいますよね。そうちょっと山田孝之さん似てるなと思って、はい、似てないですか？ちょっと待って見直してみよ う, なんかこう似てるかな。私こう外国の俳優さんとかで見ててその、うん、舞台とかミュージカルとか見に行ったりすると言葉が分からなくて演技 の, その仕方だけをじっと見た時に、うん、あこの俳優さん日本でいうとあの俳優さんにその演技の仕方似てるなとか、うんうんうん、セリフの息継ぎあの人似てるなとかって思うんですけど、うん、山田さんはマイケル・J・ホックスに似てる。ちょっと待った、バックトゥーザフューチャーのマイケル・J・ホックスが何の山田孝之さんに似てるんだろう何に似てるかな。でもちょっとコメディでしょ多分普通に考えて。そうです ね, で, すよね。でもやっぱりあの青春時代を演じてるから私ご一緒したセカチューとか、うんドラマのね、なんかこうオーバーラップしちゃってあの身体能力の高さと、うん、ピュアな感じマイケル・ジェイ・フォックスも当時よりほら若い役やってるじゃないですか。あれで山田さんも当時よりもこうね若い役やった時のあれを少年らしさを出せるってあの二人は似てると思いながら大阪で一人でずっと似てると思ってましたね。じゃあ自分があれ誰か似てるかもって思ったことはありますか？あまだないです。本当にじゃあ、うんあこんな女優さんになれたらいいなみたいな外人の女優さんとかいるんですか、好きな女優さん。まだ見たことない。あでもメリル・ストリップさんはやっぱり素敵だなって。日本人で言うと高峰秀子さんがすごい好きです。私も好きです。なんか着替えますね。いいですよね高峰秀子さん可愛いし、いいコメディもやってくださるし、うん、シリアスな人のこうドロドロしたってところも出してくださるし、うんうんうん、あの幅広さってすごいですよね。確かにね。だってマンマミーアやるかと思いきや、うん、マーガレット・サッチャーでそんなやっちゃう、うんうん、そこをね考えてみるとすごいです。あーねーそんな感じの女優さんになりたいと思います。なりたいですね、うん、元カリアさん確かすごく本読むの好きでしたよね。そうですね、はい。なんか今まで映画化されてないのでこれはやってみたいなっていうこう物語のヒロインとかいますか？もしかしたら言っとくと、いつか誰かがこの番組を見てオファーが来るかもしれない。かも。いやどん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 と忘れちゃうんですよね。
ゃくちゃ読んでますよね。いや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 、本当に記憶喪失並みにいろんなことを喪失してるんで今パッと出てこないんですけど私あの先生のカバンっていう川上弘美さんの本がすごく好きで、うん、高校生の時に読ん で最近ファンの方にいただいてまた読み直したんですけど、うん、でも小泉さんがあれを映画化された時に演じられてるっていう、その小泉さんっていうキーワードが残りながら読んだ時にすごいハマってたんですよね。そういう女優さんになれたらいいなってすごい思います。原作をこう邪魔しないじゃないですけど、さらに引っ張ってくれるような。あ、私読んでないな、読んでみようかな、うん、なんかこういいなと思って。ありがとうございました。ではですね、いよいよあのお別れの時間も近づいてまいりましたけど、早いですね。早いですね。でも元カリアさん、はい、僕らがいた後編もね、めちゃめちゃまたある意味、そうなんですね、感情がね、こうすごいすごいですね、本当。ゆり言えないっていうところあるんですけれども、なんかこう炭の中にあるこう火みたいにパチ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 って小さく燃えたのが一気にこうわーって薪の燃え上がりを見せるのが後編なので、うん、ぜひゆりにも注目してもらいたいですね。青白い炎っていうのは確かに合ってるって思います。あ、嬉しい。すごいと思った。このオーラはそういうことなんだ。そうですね。はい、ということで僕らがいた、もうぜひゆりにも注目していただきたいと思います。元カリアイイカさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。伊藤さとりと映画の仲間たち。さて今回は僕らがいたの前編、現在公開中です。そして後編は4月21日公開ということで、出演している元カリアユカさんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、なんか会うのが久しぶりだねって久しぶりですね。一番最初何でしたっけ。気象天女っていう映画で、私多分18、19ぐらいの時、まだ大学行ってた頃にさとりさんにお会いしてお話を聞いてもらいました。めちゃめちゃね、その時も可愛いんですよ。いやいや、着物だったんです。着物でした。覚えてますよ、ね、すごい記憶力。いや本当に2人揃って、鈴木あんちゃんと元カリアユカちゃんが着物を着ていて可愛いなと思って、こうやって見てたの覚えてます。ありがとうございます。私はさとりさんっていう変わった名前だなって、うん、楽しくお話しする方だなっていうイメージで今回お話しいただいた時に、さとりさんだと思って、いや、うちの周りのスタッフはみんな覚えてました。あのさとりさんだって。嬉しい。いや、元カレゆかさんに本当にね、あのお話聞きたくてしょうがなくて、ありがとうございます。今回こうやって呼んでしまいました。ありがとうございます。まあでも活躍していて、だってここ最近の映画でまあ姿を本当に見る見る。ありがとうございます。ワイルドセブンもそうだし、あとはドロップ。あ、ドロップ出てましたよね。はい、ました。そして最近で言うと雪貞勲監督の舞台のパレードがね、はい、出ていたんですよ。ありがとうございます。見ていただいてたって私知らなくて、ありがとうございました。何を言いますかって二人でこんな頭下げてますけど本当にあの普通っぽい役から個性的な役まで、いろいろと顔を持っている女優さんになっていくではないかなと思うんですが、嬉しいです、すごく。でも今回のね、僕らがいたは特にそうかななんて思ったんですが、だってほら主人公のこのななみちゃんとあの元春がいて、その同級生でありつつも元春の元彼女の、うん、まあ、亡くなってしまったけれどもその妹役っていうので思いを寄せている。私目が離せなかったんですよね。嬉しいです。なんかね、そのね、存在感とか風貌とか、うん、背中に影を背負ってるっていう演技は一体どこから出てきたんだろうまで思うぐらいで、あれ役に入り込んでいく時って相当気持ちをこう、うん、って入れ込んでたんじゃないですか。そうですね。すっごい入れてました。で今回は原作があって、うん、その原作がすっごい たくさんの方に愛されていての実写化だったので、やっぱり原作に描かれてること、もうビジュアルで例えば涙を流すとか歩くとかっていうことができる限りっていうか、うん、私ができることは全部体現しなければいけないっていう、そのファンの方もそうだし、その世界観を好きになれたので、それは やってやるっていう気合はすごい入ってましたね。とはいえですよ、だって役に入れば入るほどどんどんこう悲しくなってったりとか、うん、
明るさも消えていきそうな感じじゃないですか。はあ、そうですね。今回でも状況だけ見ると、うん、恋は叶わってないし、うん、全然受け入れてもらえる時間も少ないし、うん、悲しくて寂しいんですけど、やってる本人としては矢野のことが一番好きなのは私 で、うん、で矢野を理解してるのも私だから、それだけで幸せなんですよね多分。うん、そういうこう、そういう強い意志と、ちょっとそこを私が一番分かってるのよって強気の気持ちがないと七海に負けちゃうから、うんうん、やってるその瞬間はすごく熱いんですけど、やっぱり撮影当時を振り返るとどっか寂しいなって気持ちはいつもありましたね。なんとなく普段お昼食べてる時とか、うん、本当何もしてない時にふと、あ、そういえば両思いじゃないな矢野とみたいなそういうのありましたね。吉高由里子さんがすごく表情がこういっぱい出している役、うん、反対に本仮屋ゆかさんは全く表情をこう出さないっていうところもあって、私ねすごい好きなシーンが一つあって。どこですか？あのほらこう学校から出てくるとき雨降ってるじゃないですか、うん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 、で入ってくみたいにこう聞くところがあるのを覚えてますよね。で入ってこれ傘、傘、あ、はいはいはい、なんかあの時のねなんか表情とかね風貌がすごい全てを語ってるように見えちゃって忘れられなかったんですよね。なんでだろう、なんかあ彼女の影とでも彼女の強い思いがその時に感じた。その後編もちろんなんだけれど、前編の時のいろんなその垣間見る何ですかね、存在感。いやもうありがとうございます。そんな、うん、そんなそんなお言葉本当に光栄です。いやでもその、うん、やっぱり影っておっしゃってましたけど、うん、そのリアルな世界で考えたら、うん、この場面でいや山本よりいきなり登場してこれ言うのちょっと、うん、んってこう疑問になる部分とかってやっぱり漫画だからこそあるんですけど、うん、だからその気持ちとかリアルなこと以上に私も、うん、自分にこう青白い炎があるようなそういう色のイメージとかもして演技したりする時もありました。彼女やっぱりどっちかっていうと七海さんが黄色だったり白だったりこう綺麗な淡い色が出てる中で、私はすごい怖い炎が出てるっていうのをずっとイメージするとかっていうシーンとかもあって、それから七海に合うシーン撮ったりとかっていうのはしてました。カメラがこう回ってない時って3人で会話とかあります、あります、普通にありますよ仲良くしてますからそこはじゃあもうパチンって帰るっていう感じでしょ特に吉高さんは、うん、なんとかやんな、なんとかな、パンってやって斜めに入ってるから、うん、あの集中力はほっと脱帽でしたね。どっちかっていうと私はあそろそろ本番行くなと思ったら、うん、もう炎を出したりとか、ね、像を出したりとかいろいろ準備があるのでスーって抜けていく感じだったんですけど、やっぱりお二人がとっても魅力的だったので好きになっちゃうとこうどうしても二人を困らせたり傷つけたりするような言葉が言えなくなるので、うん、そこら辺の線引きをして一生懸命引き剥がすっていうのが自分的には大変でしたね一番。いや見事だと思ったんですよ。だってあれ漫画でしょ。で漫画ですね。みんな3人ともすごいセリフ言うじゃないですかこれ漫画だからいいけど実際だともう恥ずかしくてしょうがないとか、わこんなすごいこと言っちゃうんだ、うん、でも入り込んでるからなんかね自然にこう見入れてしまった。なんでこんなすごいセリフがみんな似合っちゃうんだろうっていうのはびっくりしましたけど、なんか記憶に残ってるこれはとっても好きだったとか忘れられないセリフとかどっちかありますか。矢野とゆりが文化祭の時に教室で二人きりになってみんなが告白するって告白タイムの時に、うん、やっと二人きりになった時に思いを伝える、伝えきれないんですけどその中でもう手放そうよっていう一言があって、あれは最高に好きでしたね。あれ切なかった、あれ切ないですよね。いや